はい、こんにちは、ライムです。今回は収穫金イベント、そして収穫金メダルの解説。はい、今週もね、2分の1の魔法公開記念ということで、まあコラボって言ったらいいのかな。はい、2分の1の魔法コラボメダルが実装されました。はい、こちら見ていこうかなと思うんですけど、まずその前に収穫金の話ですね。はい、今回結構豪華になってて、まず6冊のね、風船、二刀流の風船、まあ、6冊ファンからするとかなり嬉しいと思われる6冊の二刀流の風船だね、がゲットできます。それから3種の魔石がかける30個計90個もらえるので、まあこれを機にね、一気にキーブレード強化っていうことも可能です。そして月のと太陽の魔石がかける5個ずつ、新規勢の方だと月と太陽の魔石が足らないよっていう方も結構いるみたいですね。まあ月と太陽の魔石は昔よりかはだいぶ配られるようになったけどね。それでもコロシアムとか、あとゲリライベントでもね、簡単にゲットできるイベントで言えばゲリライベントでもらえたりとか、その他討伐戦とかね、そういったところでもゲットできるようになったんで、昔よりはもらえるようになったんですよね、これでも。はい、で今回収穫金するとこちらも手に入ると。そしてギルト10のサブソロ専用メダル ×3枚、今回はリバースメダルのやつが手に入ります。これは初心者の方から上級者の方まで嬉しいと思われますね。はい、まあ多分昨日のね、アップした5周年イベントの予想動画っていうのをアップしたんですけど、おそらくね、そこでも言ったけどギルト11が出そうだなっていう感じがするんで、まあこのギルト10のプレミアムクエストももしかしたらギルト11のプレミアムクエストに変わるかもしれないね。はい、って感じですが、とりあえずまあこれに関してはまあギルト10がね、全てキーブレード埋まってる方はそうそうなかなかいないと思うので、はい、普通に嬉しいですね。僕も嬉しいです。はい、というところでイアン&バーリーの性能解説いきたいと思います。こちらがまあ、とりあえず一通り見ていくか。まず攻撃力は 46,784 ということで、攻撃力の水準としては5月6月ぐらいの水準になってくるのかな、これは。うん、最近の今の水準で言うと 49,500 とかそれぐらいなんだよね、今は。最新のガチャメダルの環境だと。ただ攻撃力 46,784 と 49,500、 まあ約攻撃力3000ぐらい違うんですけど、この攻撃力3000で劇的な差があるかって言われると、今の環境で言うと別にそこまででもないんだよね。昔の例えば元々の攻撃力が3万とか、まあ、あるいは2万5000とか、そこから攻撃力3000の違いがあるよみたいな、2万5000と2万8000の違いはかなりでかいけど、正直今ここまで素の攻撃力が上がってしまってるんで、4万6000と4万9000じゃ別にっていう正直ね、 1.1 倍にすらなってないんですよ、差で言えば。 1.1 倍以下の差なんで、うん、まあ、そこまで劇的な差でもないのかなっていうところが正直なところ。まあ大事なのはやっぱ攻撃プラスバフのところだね。そっちの方がメダル全体、デッキ全体に効果があるところなんで、そっちの方が重要かなというところです。で、アビ内容が全体攻撃1ターンの間マジック属性メダルの攻撃力プラス8000、自分に対して光バフ、攻撃バフ、マジック属性バフ15段階、敵に対して光手バフ15段階、ギルト 220% ゲージ5回復、 HP 大回復、カウントプラス2、消費ゲージ1、ギルト10で、アビ条件ないんだね。アビ条件なしで 78.12 倍で、スーパーバーストが弱点特攻の光のマジック属性全体攻撃、一ターンの間マジック属性メダルの攻撃力プラス1万、敵に対して光デバフ、防御デバフ、マジック属性デバフ15段階、ギルト 300% で倍率220倍と。まあここまで読んでて、まあお気づきの方はね、いっぱいいらっしゃるでしょうけど、これ要するにナミネとかカエリとかその辺の、まあ、五冠メダルになってくるのかなって感じです。で、まあ、ありていに言うと、こないだ出たナミネの介護官メダルだね。ナミネじゃない、ごめん、カエリだ。この間出た、アルティメット天使こと、アルティメットエンジェルこと、カエリの介護官メダルって感じだね、イメージ的には。ただ、まあ、完全な介護官っていうと、まあ、そういうわけでもないんだけど、カエリがね、浴び内容が2ターンの間、
全メダルの攻撃プラスバフプラス5000だったんだよね。でイアン&バーリーは1ターンの間プラス8000だからちょっとそこら辺違うよね。まあ1ターン目の瞬間火力的なところで求めれば、まあ、イアン&バーリーの方が高い、まあ、マジック属性限定ですけど高くなってくるのかなっていうところがあるけどね。はい。でまあこのプラス8000っていうところで見ると今のね最高水準と一緒なんですよ。これがプラス8000っていうと今の現行のね最近出たあのマスターズエアノートとかしかりその辺のマスターエラックスとかその辺の最新メダルの水準と一緒になってしまった。ついに収穫金メダルが収穫金メダルがもうだから7月ぐらいのメダルの水準に追いついてきたってことだよね。でスーパーバーストがまあ今で言うと最新のメダルプラス1万2000漏れるけどこっち1万なんでね若干低いとはいえそれでもこんだけ高いからね普通にアビで追撃ついてれば1万6000漏れてスーパーバーストでプラス1万だから2万6000漏れるんだよね1ターンで収穫金メダルなのにめちゃめちゃ強いよめちゃめちゃ強いめちゃめちゃ強い。ただまあのまあ収穫金性能だなっていうところはまあアビバレツが若干低い。今もう86倍とかね普通に出るようなアビバレツあったりするしクリティカルで100倍超えてるようなメダルもね出てきてるので、うん、ってところを見るとやっぱりその辺で収穫金メダルとしてこう落としどころがその辺なのかなっていうところだね。これでアビバレツまで高かったら一体ガチャメダルとは何だったのかってなってしまうので、まあ、妥当でしょうね。はい。ただまあこの辺を抜きにしてもまあやっぱ強いよね。全然ゲージ高回復 HP 大回復カウントプラス2についてるから考えようによってはカイリとかナミネとか持ってない未だに1枚持ってないですって人にとってもまあその辺のメダルの代わりとして使っていくことができる。まあ、攻撃プラスバフはちょっとねマジック属性限定っていうところはあるんだけどまあエアリスの上位互換かな。配布メダルのね配布メダルでエアリスありましたよね。 7R エアリスあれの上位互換みたいなイメージにはなるのかな。ただアビの方に防御デバフはくっついていないので他のメダルでね、防御デバフを補ってあげる必要あると思います。スーパーバーストもスーパーバーストにくっついてるとはいえスーパーバーストってやっぱ1ターンしか持続しないからね2ターン目3ターン目じゃあどうすんのって話になるんで結局はアビで必要なんですよ。防御デバフとかバフデバフに関してはなんでスーパーバーストについていようが過信は全くできませんということで防衛デバフメダルは他で補う必要があるんでうんですね。その辺だけクリアすればマジック属性ではかなり強いメダルになってくるのかな。トップクラスまあ、トップクラスだね。この間アップライトの、ランキング動画最強メダルランキングっていう動画アップしましたけど、まあ、そこら辺まあトップあでもトップ5には入るな。トップ5には入ってくると思いますねこのメダルね。まあ、やっぱり言ってもさすがにガチャメダルにはかなわないところがあるんで、まあ、トップ5には入るかなぐらいかな、はい、だと思います。いやこれ強いね。だからマジック属性最近薄い方さっきビッグボーナスチャレンジの攻略動画もアップしたばっかなんですけどまあ本当ね最近の無課金メダルでも相当強いんでこの間配られたねそのイアンとバーリーについても全然ビッグボーナスチャレンジでも余裕で勝てるぐらいの強さ持ってるんで、まあ、わざわざ逆にそれで勝てるんだったらわざわざこのイアン&バーリーの収穫金メダルの方を、まあ、ゲットしなくてもいいんじゃないかって思われる方もいると思うんですけどね、まあ、当然ながらこれさらにそこに加えてこの収穫金メダルがあればもっと強くなるよっていう僕は別に運営の回し者じゃないからねただ来月ね5周年イベントあるから単純に収穫金してその貯蓄ジュエルを貯蓄していくっていう手も全然あるんで収穫金っていうのは普通に課金するよりももらえるジュエルが多いんですよ。金額出す金額よりも普通に課金するよりも収穫金で毎週ね課金してた方がもらえるジュエルとしては多いんですよってところを考えると、まあ、これからね、そのメダルも今回もらえるし、6冊のやつももらえるし、ね、その辺も考えれば、今課金、収課金しておいて、来月に備えるってことも全然いいと思います。はい。そうですね。まあ来月も当然、
豪華ね、豪華収穫金が待ってるとは思うんだけど、今から収穫金して貯めとくっていうのもね、いい賢い選択だとは思います僕は。はい、そんな感じですね。これ間違いなく強いからね、全然これ6月7月メダル水準で来てしまっているので、ついに、うん、まあ、あのテラゼアノートとかね、あれも一旦の実は攻撃プラスバフ6000止まりだったんで、まあスーパーバーストに関してはプラス1番もらえるけど、あとこの間出たセッツァーとか、スピードのアップライトのセッツァーとかも、あれはスピード属性のメダル攻撃力プラス6000かなってところで、プラス8000のやつは今回初めて出たんだよね。だからもう来月になったら、もうスーパーバーストで普通に1万2000漏れちゃうかもしんないね、普通に。もう、7月水準のメダル、水準メダルって感じになってくるかもしれないので、インフレってすごいね。最近ほんとマジで、無課金メダルも、収課金メダルも強いんで、はい。こちらに関しても高難度でバリバリ活躍できるようになっているメダルなので、ぜひね、皆さん、収課金してゲットして、ブイブイ言わせてみてください。といったところで、今回動画ここまでで終わりたいと思います。参考になったら面白かったぜって方は、ぜひチャンネル登録、そしてメンバーシップ登録等もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。